いつかはきっと報われる。いつでもないいつかをまた、もういつでもいいから決めてよ。そうだよな、だからいつかが、誰かがきっと見てるから、誰でもない誰かが言った、もうあんたでいいから見ててよ。そうだよな、だから誰かが、あーなんかもう恥ずかしいくらいいけるような気がしてる。ずっと誰にも言わなかったけど今なら言える。明日の朝恥ずかしくなる、いつものやつだ。どうしてもずっと今まで言えなかったけど、サビなら言える。はい、なんて曲なのこれ。クリープハイプの29、30ですね。